はい、皆さん、さっきのリベンジです。これ安定しますんで、エアコンの風とか一切なしで、まあ、ちょっとまだ息もちょっとかかるとやばいんで、12巻まで行きましたね。これまだ再チャレンジします。こっからまだ更新します。もう日本全国に多分ここまでやってる方いると思うんで、それをちょっと覆そうかなと思って、多分いたらそこでやりたいと思います。よく見てくださいね。今現在12巻です。進行斜めよ、こっち側ですね。うわー、怖い怖い怖い。はい、これで13巻目です。14巻目です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、これ15です。はい、行きました。それも飲んだばっかりのやつなんで濡れてるんで拭いたりしてます。ちょっと待ってくださいね。はい、天井まで行きました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16巻行きました。もうこれじゃ誰も更新できません、多分。この16巻お見事ですよね。16巻ですよ、16巻、空き巻。もうこれはもう効力尽くしてやっと
もう全部合わせてもう174ですね。100、あ、違う。114回目ですね。あ、じゃあ、124回目ですね。それでやっとここまで行きました。では、これの記録を超えることは、空き缶積み、タイトルね。空き缶積み、何回目で何段行きましたっていうふうに入れてください。そしたら検索して、確かめるので、私のね、その記録を更新してください。それは待ってます。今日はちょっと穏やかなんですよね。これ地震来たら終わりですよ。震度1でも崩れますから。この床はこれ揺れないようになってるんですよ。これ頑丈なんですよ、フローリングで。それにね、まあ、いろいろなものを敷いてるんですけど、これ揺れないようになってるんですよ。だから、ここまで積みました。一番てっぺんまで落ちてるね、かまじさん。もう天井、もうこれ以上置けません。一番天井まで移してください。もうこれでいけません。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16巻ですよ。16巻。16巻。はい、これが私の記録となります。これを超える方、これから挑戦する方、まあ攻略はまあ教えたんでね、まあ、3点積みでこう33度ずつこうずらしていってバランスをとっていく。まずプルタブを取らなきゃ絶対ダメです。であと吸い殻とか入っててもバランスが崩れてしまうのでそれもダメです。一切だからちゃんときれいに飲み切った後のやつをだけの缶を取っておいてやってください。わかりました。お見事です。16巻ですよ、16巻。これ以上多分いませんよ、きっと私が1位だと思います。で、はい、まあそんなことで、今回、見てくださってありがとうございました。で、私の協業で更新してるくれる方、ね、大募集するので、また、みんなも見習って、チャレンジしてください。では、今日はここまでです。